こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、アマゾン輸出のポイントとなるですね、カート取得。このカート取得のルールに変更があったというお知らせです。具体的にはですね、また会員さん限定の動画で、解説と、それと対策、配信します。ただ今まで通り、まず、取引件数を50件稼いで、で、月間50件、最低販売すると。これだけではカートが取りにくくなる例が出てきてます。逆にカートが非常に取りやすくなったという例も出てきてます。で、その違いを比べたところですね、なるほど、こういうアルゴリズムを一つ新たに入れたんだなと、こういう今まで決めてたルールとですね、カート取得の基準となる取引件数のカウントルールをどうやら変更したんだなというのがわかりました。これ対策しとくのとですね、対策しとかないんだと、当然今後の売上、特にホリデーシーズンの売上にかなり影響がありますので、必ず今週水曜日配信するですね、メルマガの方をチェックしてみてください。そちらの方に今後どうすればいいか、あと、なんでそういうことになったか、その辺の対策と解説を配信します。早く見たいよという方は、チャット枠の方に質問していただければ、すぐにこういうことですという動画の方をご紹介しますんで、お問い合わせください。何しろ、このルールね、多分、私みたいな立場で、売れ行きが良くなった人と悪くなった人を比べると、そういうことができない限りはおそらく気づかないんでですね、これ気づいて対策してれば、かなりのアドバンテージがあります。まあ、逆にね、気づいてないと、努力が空回りする可能性もあります。特に、無駄な努力をしがちな方がハマりそうな落とし穴を Amazon が作ったというような気がしますので、思ったよりね、売上が伸びてないと、あるいはカート取得がちょっと悪くなった気がするという方は、必ずチェックしてみてください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。